TV ガジェット動画部のケンです。今日はですね、おなじみ高コスパ PC 量産系メーカーである、2A さんの最新パソコン届きましたのでレビューしていきたいと思います。衝撃なのは見た目、覚悟いいですか？はい、ドン、ちっちゃい 2A ラークボックスです。どうですか、この小ささ。尋常じゃないです。手のひらサイズだし、重さもとんでもなく軽いです。127g しかございません。ね、1円玉127枚分。これでちゃんとデスクトップパソコンなんですね。CPU も RAM もストレージも HDMI も USB もイヤホンジャックも冷却ファンも何もかも入ってまして、この小ささ、うおしかもお値段なんと16,000円。後ほどスペックと実際の動作を見ますけれども、普通に動きはサクサク、コスパ最強ですし、小ささもちょっと異次元かなというふうに思います。現在こちらの商品、インディゴーゴーでクラウドファンディングを実施しています。通常は155ドル、約16,700円なんですけれども、 2A さんがなんとデイリーガジェットのためだけに最安値のプランを用意してくれました。155ドルが149ドル、日本円で約16,000円と一番安い価格で買えちゃいます。デイリーガジェットの記事にあるシークレットリンクから入る必要がありますので、動画詳細欄の記事リンクから入ってみてください。発送は2020年8月頃を予定しております。じゃあですね、早速スペックまず見ていきましょう。ドン、セルロン J4115、 6GB RAM、128GB ストレージ搭載で、さらに M2SSD で最大 2TB まで増設できます。このサイズにしてこのスペック、そして1万円台という価格、まさに 2A 社の、強みを遺憾なく発揮した高コスパ PC だと思います。セレロン J4115 ですが、モバイルノート PC によく使われている N4100 より上位の CPU です。後でベンチマーク載せますけれども、普通に高速ですね。同梱物はラークボックス本体、充電アダプターとベサマウントアタッチメントです。ベサマウント対応のディスプレイ背面に装着して、一体型 PC のように使うことができます。よくですね、軽いパソコンの褒め言葉フレーズとして、中身空っぽかと思ったっていうのがありますけれど、まさにその表現がぴったりの大きさ軽さです。ここに電源ボタンがついてます。で、ぐるっと回すとマイクロ SD カード、イヤホンジャック、そしてまたぐるっと回しますと、後ろ側に USB Type A が2つ、 Type C が1つ、 HDMI がついてます。本体の上側には 2A さんのロゴと排熱穴がついてますね。そこ目見ますと、ベサマウントのネジ穴の他に4つネジがついてまして、これらを外すと M2SSD が入れられます。特殊なドライバーとかは不要です。普通にこんな感じで外せますよ。ここに 2TB までの M2SSD が入れられるという寸法になっております。重さを測りますと、本当に 127g でした。一般的なスマホよりも軽いですね。ディスプレイとつなげるとこんな感じ、小ささが際立ちますね。ミニマリストだけではなく、デスク周りをスッキリさせたい方には最適な PC です。もちろん Bluetooth 対応ですので、マウスとキーボードを Bluetooth 接続にすればケーブルも少なく、さらにスッキリします。このレビュー用アダプターは大きいですが、実際に発送されるアダプターは小さいものになります。クラウドファンディングの出資額が一定以上集まった場合のボーナスで、今回は小型アダプターにグレードアップされたんですね。実際の使用感ですが、この小さなボディで 4K 映像出力対応なので、 4K ディスプレイの広大高精細な画面で操作ができます。一通りの Windows アップデートやプリンアプリのアップデートを完了した段階で、ストレージは残り 84.8GB でした。セレロン J4115 の実力が気になるところですね。定番のベンチマークソフト、シネベンチR20 を回してみますと、 CPU スコアは489となりました。500に迫るスコアで、昨今の省電力 PC に搭載されているセレロン N4100 よりも 20% ほど高くなっています。セレロン N4100 であってもですね、オフィスソフトやブラウジング、動画視聴など一通りの操作でストレスを感じることはありませんが、それよりも高速です。第8世代アンバーエレイクの Core i7-8500Y に迫るスコアになっています。ビビりますね。これは省電力 CPU としての N4115 の実力の高さが伺えますね。4K 動画を再生しましても、立ち上がり含めて引っかかりなく非常にスムーズです。ストレージはクリスタルディスクマークの計測値でこんな感じです。M2 スロットを利用して SSD 化すれば、ストレージアクセスも改善することでさらに高速化できますよ。極小サイズで超軽量。というわけで、2A さんの新型極小パソコン、2A ラークボックスでした。
極小サイズで超軽量という見た目の特徴の他にですね、16,000円という価格の安さ、そしてセレロン J4115 を採用したことによる、処理速度の向上と、総合的な満足度の高い一台となっております。がっつり系の 3D ゲームや動画編集などの、重いクリエイティブ系用途に使わないライトな用途であれば、必要十分な性能を発揮してくれるのではないかなというふうに思ってます。デイリーガジェット限定の最安値プランへのリンクは、動画概要欄の記事リンクの先からご覧ください。以上ですね。ご清聴ありがとうございました。